皆さんこんにちは。今日はメロンを使った丸ごとメロンケーキを作っていきたいと思います。丸ごとメロンケーキと言いましても、どういうふうに構成をするかというと、パータビスキュイ、あとはクレームパティシエルといったお菓子作りにとって基本的なものを使って構成していきたいと思います。ですので、お菓子作り初心者の方々にとってもすごい内容としては濃い内容になってるかと思います。まずはメロンの土台を作っていきます。半割りにして種を抜いたら、このようにくり抜きを使って丸くくり抜いていきます。最初は難しいかもしれないんですが、コツをつかめばいい感じに丸くくり抜けるかと思います。で、くり抜けなかった部分もこのように中に入れたいと思うので、全部こそぎ取ってあげてください。次にビスキュイを作っていきたいと思います。ビスキュイといえば、代表的なものでいうとティラミスであったりシャルロットケーキで使う生地になります。お菓子作りにとっては基本的な生地の一つなんですけど、結構難易度が高い生地なので、僕らが専門学生の時は一番最初にまずはこのビスキュイを実技でひたすらやったことを覚えてますね。メレンゲの立て具合であったり、ゴムベラを使って混ぜる工程であったり、基本的な工程がかなり含まれているので、このビスキュイ生地が上手になるとお菓子作りもすごい上手になると思います。ビスキュイは何かというと、別立てで作る生地のことを言います。卵黄と卵白を分けて泡立てて最後混ぜ合わせるような生地になります。まずメレンゲをしっかりと作ったら、卵黄と一部合わせておきます。卵黄と卵白の比重が違って混ざりにくいので、メレンゲの一部を加えて卵黄を軽くしてあげます。そしたらメレンゲに加えるんですけど、この時混ぜるのはこのぐらい、もうマーブル状で止めちゃって大丈夫です。ビスキュイは混ぜすぎが厳禁なので、なるべく手数を少なく理想の状態に持っていくってのが大事です。ここに薄力粉をふるいながら入れていきます。そしたらゴムベラで混ぜ合わせていきます。極端に言うと、見た目の粉っぽさがなくなったら大丈夫です。このぐらいですね。目では粉っぽい感じが確認取れないんですけど、生地を見てみると、若干粉っぽさ残ってるかなぐらいの、このぐらいで止めちゃって大丈夫です。そしたら絞り袋に移して絞っていきます。このように何か円柱のもの、カップとかでもいいんですけど、そういったものに絞り袋をかましてあげると、一人でも綺麗に絞り袋の中に生地を入れることができます。今日は2種類の絞り方で生地を焼いていきたいと思います。一つは口金の太さを利用して渦を巻くようにして絞った絞りです。これはなるべく生地を垂らしてあげて、その垂らした生地を丸く誘導してあげるようなイメージです。次に丸く絞ります。こちらは先ほどと違って、口金を鉄板から1センチぐらいの高さのところでしっかり固定して絞るってのが大事です。固定した状態でギューッと生地を出して、ここだっていうところで生地を出すのをやめて丸く撫でるようにすり切ると綺麗に丸く絞れます。そしたら粉砂糖を2回に分けて振りかけていきます。1回ずつ、だいたいこのぐらいの厚さで粉糖をかけて、1回目の粉糖が溶けたら2回目かけるというようなイメージです。2回目をかけ終わったら160度のオーブンで14分ぐらい焼いていきます。粉砂糖をうまく触れていると表面に
薄い砂糖の膜が出来上がって、さらに砂糖が結晶化をしてペルルというものが浮かび上がってきます。次にカスタードクリームを作っていきます。まずはバニラのさやを半分に裂いて、そこから種を取り出していきます。でバニラのさやって結構着色しちゃうので、このように下にはクッキングシートなど使い捨てのものを引いて作業するといいかと思います。バニラのさやから種を取り出せたら、さやごと牛乳に入れておきます。この時に合わせてグラニュー糖の一部も加えておくと、この後牛乳を加熱した際に焦げつくのを防ぐことができます。牛乳を温めてる間に他のものを用意していきます。薄力粉を振るのってめんどくさいじゃないですか。ということでグラニュー糖と薄力粉を先に合わせて、薄力粉のダマを取っておきます。そしたらほぐした卵の中に先ほどの粉類をすべて入れて混ぜ合わせておきます。まあ、多少の薄力粉のダマはできてしまうかもしれないんですけど、一番最後にこすので、それはまあよしとして炊いていきます。基本的な作り方でいうと、グラニュー糖から混ぜ合わせてその後薄力粉っていう流れが多いんですけど、まあ、意味はあるかなっていうところで一回でもう混ぜ合わせちゃいます。まあ、空気を入れるとか、まあ、グルテンが出ちゃうとかいろんな意見あるかと思うんですけど、まあ、空気はなかなか入らないのと、これだけ今から加熱していくのでグルテンも出ないので、まあ、一気に入れちゃうと作業も楽でいいかと思います。そしたら沸騰直前まで温めた牛乳を2回に分けて卵と合わせていきます。半量は卵液の方に加えて、卵液の方が混ざったら今度は鍋の牛乳の方に戻していきたいと思います。もしこの時に鍋の側面とかに牛乳とかがついちゃってしまってる時は、しっかりと拭いてあげてください。この後加熱していく時に焦げてしまって香りが移っちゃうのでお気をつけください。ここからは鍋に対してなるべく強い加減の火でひたすら混ぜながら炊いていきます。慣れてないと焦げやすいので、とにかくひたすら混ぜながら炊いていきます。でバニラのさやも入れといてあげると香りが移るので、取らずに一緒に炊いちゃってください。一回沸騰してきたらゴムベラに持ち替えて、さらに炊き上げていきます。炊き上がりの目安はツヤがあって沸騰していてコシが切れている状態になれば、カスタードクリームの出来上がりです。炊きが甘いと殺菌が不十分で食中毒になってしまうのでお気をつけください。炊き上がったら素早く裏ごしをしていきます。まあ、裏ごしをする器具であったり、その下のボールまたはバットなどはしっかりとアルコールなど振って清潔なものを使用してください。この後は密着ラップをして急冷を行っていくんですけど、バニラのさやもせっかくなんで上に乗っけて冷やしてあげるとより香りが移るので捨てずに使ってください。氷や保冷剤に当てて急冷を行っていくんですけど、ラップはしっかりと空気が入らないように密着をしてください。空気が入ってるとそこに水蒸気が溜まって菌の発生する元になってしまいます。次に生クリームを泡立てていきます。生クリームって劣化がすごく早いんですね。劣化しないためにも必ず氷水に当てて冷やしながら泡立てていきます。まあ、今日は7分立てぐらいになれば OK なので、最後は手でちょっと調整するとして、その手前ぐらいまでは泡立て器で立てておきます。では仕上げの用意をしていきます。しっかり冷えたカスタードクリームをほぐして使いやすい硬さに調整をしておきます。メロンと生クリームってどうしてもちょっと相性があんま良くないというか、酵素の影響で苦味を感じてしまいやすいんですね。ですので卵のコクが加わることでケーキとしては仕上がりのクオリティがかなり上がってきます。
そこでカスタードクリームを使うとめちゃめちゃ味もすごく良くなると思います。メロンととても相性がいいので、メロンで何か作るときはカスタードとかアングレーズとかを入れてあげるだけで全然出来上がりが変わってきます。ビスキュイ、カスタード、メロンの順で敷き詰めていきます。さらにビスキュイにカスタードクリームを絞っていきます。ビスキュイはかなり歯切れがいい生地なので、メロンを邪魔しないというか、またさらにメロンのスープも吸ってくれて、味としても良くなるので、ビスキュイ生地とカスタードクリーム、そしてメロンの組み合わせはかなりいいと思います。ではいよいよ最終的な仕上げですね。サントノーレの口金を使ってちょっとおしゃれに生クリームを絞っていきます。生クリームがボソボソにならないように気をつけながら絞っていきましょう。最後にくり抜いたメロンを飾って完成です。これプレゼントにもかなり喜ばれると思うので、ぜひお家でも試しに作ってみてください。メロン好きにはたまらない一品になると思います。参考にしてもらえると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。